メイコン取りの戦いは、南北戦争中の1862年3月23日から4月26日に、ノースカロライナ州、カータレット郡アウターバンクスで起こった戦闘である。これは、北軍アンブローズ・バーンサイド少将の、ノースカロライナ遠征の一部として起こった。3月、遅く、バーンサイド少将の陸軍は、ノースカロライナ州、 ニューバーンから南東に35マイルボーフォートに面した、水路を支配する砲角を備えた石造りの砦メ名コン砦に向かって進軍した。北軍は砦に対して包位線を敷き、4月26日に砦の正確な砲撃を開始して、間もなく石造りの壁を崩壊させた。数時間のうちに、砦の傾斜面が崩壊し始め、午後遅くに、 南軍の指揮官モーゼス・ジェイ・ホワイト大佐が白旗を上げるよう命じた。バーンサイドの降伏条件が受け入れられ、北軍は翌朝砦を占領した。メーコントリデは、建国から日も浅いアメリカ合衆国が、米英戦争の後でその国境周辺に建設した海岸砦軍の一つだった。ノースカロライナ州アウターバンクスにあるボーグバンクト端に建設され、ボーフォートや、 モアヘッドシティの港への入り口を守ることが目的となった。1826年に砦が完成し、1834年からは守備隊が入った。敵国海軍の攻撃から守ることを意図されたので、石造りで建設されていた。当時の横揺れする艦船の甲板からの砲撃は正確さに欠けており、レンが作りや石造りの壁を壊すことはできなかった。 その後間もなく戦場法の発明でこのような壁は脆弱なものに変わったが、この砦には改良が加えられなかった。南北戦争が始まった時は時代遅れの砦になっていた。建設当初の熱心さが過ぎてしまうと、この砦は荒れるままに任された。木造の部分は腐り、鉄製の部分はサビが浮き、砲がは朽ちるままになった。守備隊は 着実にその数を減らされ、南北戦争が始まった時には一人の軍曹が、鳥の世話を任されているだけだった。ノースカロライナ州が、アメリカ合衆国から脱退する前の1861年4月14日に、ジョサイア・ソロモンペンダー大尉の指揮する、ノースカロライナ州軍がこの鳥を占領した時、わずか4門の大砲があるだけだった。地元の民兵管理者が、即座に、 武装の改良に取り掛かった。全部で64門の大砲が据えられたが、弾薬については3日分しかなかった。包囲戦が行われた時、砦の守備隊は約430名の将兵であり、モーゼス・ジェイ・ホワイトが指揮していた。病気にかかる兵士がいたために、この数の約3分の1は減っていた。兵士たちが味わった貧しい食料や、 その他悪生活条件にもかかわらず、一人の兵士が死んだだけだった。兵士たちの士気は害して高くなかった。家族とは離れており、指揮官のホワイトは部隊兵や防フォ風との市民にも不人気だった。包囲戦の間に脱走する兵士もいた。戦闘が始まった時、砦は時代遅れで、装備は不適切で、物資の供給状態も良くなく、 また直面するものとは異なる。戦闘のために作られていた。取り出が最初の打撃で簡単に落ちたのもこれらの欠陥で説明できる。北軍がアウターバンクスのハッテラス島を占領した直後に当時順位将のアンブローズ・バーンサイドが陸海軍共同の遠征でノースカロライナ州東部の支配を拡大する作戦を立てた。その作戦が総司令官。 ジョージ・マクレランや陸軍省に承認された。バーンサイドは徴兵を行って海岸師団と呼ばれることになる一個師団を編成する権限を与えられ、これが海軍の北大西洋封鎖戦隊と協業してノースカロライナ州の諸サウンドや隣接する都市の支配に動くことになった。バーンサイドの名前を取って、 バーンサイド遠征と呼ばれるようになったこの遠征は1862年1月に開始され、2月初めには最初の聖火、すなわち、ロアノーク島を占領した。これに続いて、陸海共同軍はエリザベスシティとニューバーンでも勝利につなげた。これらの戦闘によって、南軍の大半は海岸から離れるしかなく、内陸のキンストンまで後退した。 その中でも大きな例外がメイコントリデだった。メイコントリデが南軍の手にある限り、バーンサイドはボーフォートやモアヘッドシティの港を使うことができなかったので、3月4日にニューバーンを占領した直後に、その第三旅団長ジョン・ジー・パーク准将にトリデの戦力を弱めるよう命じた。パークは海岸内部の町を占領することから始めた。 3月21日にカロライナシティ、3月22日にモアヘッドシティ、3月23日にニューポートを呼び、最後は3月25日にボーフォートを抑えた。このために、トリデの守備隊と他の南軍との間の通信が難しくなった。パークはまた、ニューバーン陥落の後で撤退する南軍が焼いた、ニューポートの鉄道橋を修理する必要があった。 鉄道はその工場法を運ぶために必要だった。3月23日、パーク将軍はカロライナシティに置いたその作戦本部からホワイト大佐に当てて砦の降伏を要求する伝言を送った。砦が無傷で渡された場合、守備隊は仮釈放で解放すると提案した。ホワイトは簡潔に、私には名根取りを明け渡すことを拒絶する名誉があると。 検討した。包囲戦はこの文書交換で始まったとみなすことができる。この時取り出の包囲はまだ完全ではなかったが、パーク旅団の一個中隊がサウンドを当たって抵抗のない防具バンクに上陸した3月29日に完成した。この上陸に対して守るはずだった第26ノースカロライナ連隊はニューバーンの戦い後に撤退した部隊に含まれていた。 工場砲が後から到着し、パークは砦に向けた砲台を設置した。そこには8インチ迫撃砲、射程1200ヤードのものが4門10インチ迫撃砲、射程1600ヤードのものが4門30ポンド、戦場パロット砲、射程1300ヤードのものが3門12ポンド関西、榴弾砲、射程1200ヤードのものが1門据えられた。 守備隊はこれらの活動に気づいていたが、見えない標的に発砲することで弾薬を浪費することはできなかった。北軍兵に嫌がらせをするために、砦から偵察隊が派遣されたが、大抵は損失もなく撃退された。4月17日、バーンサイド将軍は陸軍省に送る報告書の中で、10日間のうちに砦の戦力を削減できると思うと書くことができた。 この予測は極めて正確なことが後に証明された。工場準備は4月23日に完了し、その日にバーンサイド将軍は直接、ホワイト大佐と会話して、サイド捕虜を仮釈放で解放することを提案して、降伏要求を繰り返した。ホワイト大佐はサイド拒否し、バーンサイドは4月24日に、パーク将軍に対してできるだけ早く砲撃を、 始めるよう命令した。砲台の一つが、まだ砲撃開始できる状態になく、その日も遅かったので、パークは翌朝まで、攻撃開始を遅らせることにした。砲撃は4月25日夜明けに始まった。当初、砦の砲手たちが配置について、活発に反撃したが、砂丘の陰に隠れている北軍の大砲には、損傷を与えられなかった。守備隊は、 北軍の北、大西洋封鎖戦隊の4隻の艦船、すなわち蒸気、上機艦、USS デーライト、USS ステート・オブ・ジョージア、USS チッペワトバーク船、USS ゲムズボックの出現にも同点させられた。この時まで、北軍の海軍は、包囲に関わっていなかったが、サミュエル・ロックウッド海軍中佐が砲撃の音に、反応して、艦隊のうちの自分の部隊を交戦させた。 しかし、艦砲射撃には、天候が良くなかった。強風が波を立て、艦船をひどく揺り動かして、砲撃を難しくさせたので、約1時間後にこの艦隊は撤退した。海軍は一組の浮き放題も攻撃に参加させたが、やはり波の影響があり、そのうちの一つだけが参戦できた。鳥に対して艦船からの砲撃が当たったかどうかは、明らかでない。 鳥の反撃は二艦に正確に当たったが、ほとんど艦隊に影響はなく、水兵一人を負傷させただけだった。当初ガの迫撃砲からの砲弾は、不正確だったが、防ー,ートにいた、信号司令部士官ウィリアム・ J ・アンドリューズ中尉が、独自の判断で砲台の指揮官にその射程を修正する方法を告げる伝言を送った。正午過ぎ。 事実上すべての砲弾は正確に標的を捉えた。19門の大砲が使えなくなった。砦の壁が連続する被弾で崩壊を始め、午後半ばにホワイト大佐は弾薬庫が壊されることを恐れ始めた。16時30分、ホワイトはその砦がもはや耐えられないと判断し、白旗を掲げるよう命じた。両軍からの砲撃が止んだ。ホワイト大佐はパーク将軍にあって、 幸福条件を協議し、パークは初めに無条件降伏を要求した。ホワイト大佐は、もう少し受け入れやすい条件を求め、バーンサイド将軍が4月23日に提示した、条件を引き合いに出した。パークは応じなかったが、バーンサイドと相談できるまで砲撃を再開しない、ことには同意した。バーンサイドはホワイトが少なくとも、 あと一日持ちこたえられるであろうことを挙げ、これ以上の攻撃は、損失を増やし砦に、大きな損傷を与えるだけだと判断した。それゆえに最初に提示した条件を守ることに同意した。砦の兵士たちは、仮釈放を与えられ、つまり適切に交換されるまで北軍に対して、武器を取らないということになった。その後に、南軍病は、 自分の所有物を持ったまま故郷に戻ることを許されることになった。4月26日の夜明け直後に南軍の軍機が降ろされ守備隊が行進して砦の外に出て交代に第5ロードアイランド連隊が中に入った。この戦闘は少なくともその後の南北戦争の標準的なものに比べれば損失が少なかった。北軍は戦死が一人のみであり、 二人の陸軍兵と一人の海軍兵が負傷した。南軍は七人が戦死し、二人は負傷後に死亡、16名が負傷した。バーンサイド遠征は、ノースカロライナ州では、少ない損失で顕著な成果を上げたが、その後の成果は、あまりなかった。例えば、ウィルミントンは、脆弱なものになったと見られたが、戦争終盤まで攻撃されることはなかった。 バーンサイドは、メコントリデでの勝利後間もなく、バージニア州で、半島方面作戦を遂行中の、ジョージ・マクレラン将軍を支援するために呼び戻された。これ以降大きな攻勢がかけられることはなくなり、ノースカロライナ州は戦争の残り期間の大半で、忘れられた地となった。メコントリデの戦場跡は現在、メコントリデ州立公園となっている。 客中で使われている略語の説明、ありがとうございます。